膝をつけ。映像は届いてるか。完璧だ。問題なし。よし、中継開始だ。アラビア語は？知らん。ペルシャ語は？知るか。だろうな。俺がお前らに分かる言葉で話してやろう、この無学な野良犬どもめ。いきなりその態度はないだろう、ハッサン。俺はクドス部隊の将校だ。お前はテロ組織の司令官だろう。お前も同じだろう。標的は何だ、少佐。俺たちの国にミサイルを撃った狙いは？おそらくお前のケツだろう。横兵で口汚い。祖国が攻撃されれば敬意を学ぶだろう。お前はカルテルと手を組んだんだ。このまま消えてもお前を気にかける奴なんか一人もいやしない。俺を拷問にでもかけるつもりか。どこからミサイルを手に入れたんだ。そんなことはどうでもいい。ミサイルの標的を聞け。周りをよく見ろ、ハッサン。獣の餌にしてもいいんだぞ。嫌なら話せ。俺は人質で、これは違法だ。お前は戦時捕虜だ。イランはメキシコと戦争してない。俺は無実だろ。法を破ったのはお前たちとその司令官。お前とコブラに将軍はあらゆる法を。その名を口にするな。将軍を処刑した罪は重いぞ。救える者は神しかいない。そのクソ野郎を永久に拘束するか、今すぐその場で始末してしまえ。将軍、彼の殺害は戦争につながるし、拘束も違法。今は打つ手がありません。ラズベル、ならば拘束の理由をすらせ。わかりました、待機を。指揮官、手を下しましょう。私だってそうしたいところだ。だがラズベルが正しい。証拠がないなら解放してその後を追え。まさか本気で言ってるのか。そうするほかないんだ。奴の携帯は調べたか。ええ、ヒットした。よし、では奴を連れ戻して解放しろ。おい、行くぞ。ハッサンの携帯をハックしてスペイン沖の基地局を経由していたことが分かった。そこにいる誰かと通話していたようだ。電波はカルテルが密輸の隠れ蓑にしている孵化場から発信されていた。人里離れた水辺にある。違法貨物の輸送に最適だ。弾道ミサイルも現地に行って確認する必要がある。画像では少なくとも4つの建造物と灯台が見える。中を調べたいが警備は厳重だ。草が長いから装備を変えるのも手だな。ギリスーツですね。その通り。私は脱出用のボートを用意し、そこから監視する。けど、一人で行くべきじゃない。危険すぎる。三人でも多すぎる。ジョン、私たちには何の権限もないの。慎重に行動を。これは無許可の偵察だし、記録にも残らない。配置に着いたら連絡する。ハッサンがミサイルを発射する前に見つけないと。ウォッチャー1よりブラボーへ。500メートル沖で位置についた。建物が見える。こっちも狙撃地点に到着。武装したターゲットが2人いる。倒せる者は倒していい。ラジャー、スタンバイ。イエス。風はなし。200メートル。やります。ブラボー、状況は？ブラボー、聞こえるか？ウォッチャーへ。二人倒した。よくやった。前進して偵察を。移動しているパトロール隊と地上部隊が前方にいる。見えました。カルテルですか？おそらくな。奴らの周りに見つからないよう近づき、何を隠しているのか探るとしよう。伏せたまま
山田に隠れていろ。戦う必要はない。ロッチャーからブラボーへ。進展はあった？ラゼル、今移動中だ。辺りにカルテルの警備がいる。ミサイルを格納できるものはあった？いいや。了解、そのまま進んで。アウト。止まれ、二人いる。左側だ。サーマルで俺のレーザーを見てみろ。奴らが見えた。片付けろ、仲間は俺がやる。墓に入ってろ。クリーンショット。それじゃ進むぞ。離れるなよ。ブラボー、こちらウォッチャー。状況は？風力タービンの近くにいる。了解。前方の木立に向かって姿を隠せるはず。了解。コンテナトラックはミサイルを積んでる可能性がある。了解、それを調べに来たんだ。監視のために海岸沿いに移動する。作戦を続行して。ラジャ、アウト。車道の下にトンネルがある。そこから反対側へ移動するぞ。後に続きます。カルテルとテロリストか。妙な関係ですね。テロリストは過去にこだわる。一方、売人どもは未来志向だ。奴らの共通点は？縄張りと暴力、どっちも若者を引きつける。だから参加を希望する者が絶えない。草が伸びてるから、さらに見つかりにくくなった。しゃがんでいいぞ、目立たないよ。奴らの進路を予想してみろ。位置を変えたいならゆっくりと慎重にやれ。そっと動け。頭を下げろ、近づいてくるぞ。ここで止まれ。前方にもう二人。サーマルを使って確認しろ。了解、奴らを侵入した。奴をやれ、俺はもう一人を倒す。奴をやった。まだやれるな。もう移動しても安全だ。ゲズ、前方の建物を調べろ。外には誰もいない。中にいるかも。心拍センサーを使って建
物が無人か確認しろ。クリア。誰もいません。ラジャ、移動しよう。奴らは立ち話をしてるようだ。光線の必要はない。気づかれずに通過できるはずだ。また動き出した。視認できない。了解、見張っておく。移動しよう。前方に並木がある。あそこまで行くぞ。木に隠れられるが油断すんなよ。通知する。コンテナトラックが入ってきた。倉庫に運び込むようね。複数の武装した要員が近くにいる。了解。ナザル。ギャリック、続けて。あんたが現場に戻るとはな。私の監視下で起きたことだから、原因を突き止めたいの。現状分かっているターゲットから未知のものまで、ここで全て分かるはずだ。お二人と共に戦う覚悟はあります。さあ、さっさと片付けましょう。ミサイルが都市部に落ちるようなことがあれば大勢が死ぬ。もうすぐだ。この丘を越えれば主要な建物が見える。ここにミサイルがあるなら奴らも中にいるだろう。ラズベル、風力タービンに沿って移動し、丘に接近する。よし、建物群に近づいてきた。丘の上から見えるはず。天気は俺たちの味方だ。霧が深くて見つかりにくい。ギリースーツもありますしね。主要な建物が見えた。一時方向400メートルだ。草むらの中に陣取れ。誰がいるのか見てみよう。タイエ、ここはターゲットだらけです。そのようだ。カルテルがそこら中にいる。撃つな。俺が距離を測るまで光線は避けろ。ウォッチャー、準備完了だ。その位置からできる限り多く倒して、まずは単独でいるやつから。了解、取り掛かりましょう。お前に任せろ。やつ一人だ。落下を4ノッチ補正しろ。ど真ん中だ。持ち場が悪かったな。気を抜くなよ。他のパトロール隊の死体に近づけるな。奴は一人きりだ。ターゲットに命中。早期退職だな。お前に合わせる。弾は3ノッチ半落ちる。もう立てないだろ。やるな。二人同時に倒せ。もう一人は俺が。四ノッチだ。ああ、労災が降りるといいな。いい腕だ。スカウトスナイパートレーニングのおかげだな。一人やれ。もう一人は俺だ。三ノッチ半だ。仲間は俺がやる。クリーンヒット。クリーンショット。
一発で二人同時にやれ。もう一人は俺が。俺の指示をよく聞け。標的が動いたら進行方向を狙う。奴は一人だけだ。二ノッチ半だ。カルテルがくたばった。奴はおしまいだ。奴は他の二人から見える。一発で二人同時に倒せる場所へ移動しろ。準備完了。三ノッチだ。仕留めた。ナイスショットだ。やつ一人だ。三ノッチだ。やつを消した。いいぞ。やつをやれ。判断始末した。まだやれるな。奴は一人きりだ。二ノッチ判断命中だ。いい腕だ。彼らは民間人だ。武装していない。民間人がこんなところで何を。孵化場は操業中だ。彼らは魚の世話をしてるんだ。今は待つんだ。他の連中は言った。残りはお前の獲物だ。奴を倒した。殺し上がりのシーズン開幕だ。仲間は俺がやる。三ノッチだ。奴を仕留めた。クリーンショット。侵入する前に外にいるカルテルの連中を始末しないとな。サーマルを使って俺のレーザーの先を見てみろ。
時半だ。やつを倒した。やるな。もう大丈夫そうだ。先に進んで入り口を探せ。俺はここから援護する。大尉、なんで俺が行くんですか。俺が大尉で、お前は軍曹だからだ。移動しろ。ラジャ、わかりましたよ、さ。こっちに動きはない。奴らがミサイルを運んでいるのなら、もう運び出した後か、建物のどこかにあるはず。待つんだ。いやぜ、建物の後ろから車が来てるぞ。奴らには見つかっていないようだ。無茶はするなよ。ギャス、銃を隠せ。奴らが車から降りてくる。じっとしていれば回避できるさ。アーマー起きてるぞ。交戦するなら頭を狙え。大尉の援護のおかげです。お前の方が負担が大きいがな。ご存知でよかった。これは訓練なんですか。うそ、俺たちは常に訓練してるんだ。その通りですが。道路はクリア。渡って侵入路を探せ。ラジャ、移動します。建物の周りのゲートがいくつか開いているぞ。ゲート通過。了解。中に入る方法を探して、ここにミサイルが隠されているのか知る必要がある。なんてこった。中に入る方法はいくつかあるようだ。支援が必要なら言ってくれ。さあ、大丈夫です。了解。油断するなよ。ラジャ、取り掛かります。グソ、必要ならドアを爆破しろ。もう一人やった。一人やった。もう一人やった。倉庫はクリア。例のコンテナは中だ。倉庫に他にもハッサンのミサイルの痕跡がないか調べろ。
ここは間違いなくカルテルの拠点だ。何があったの？大量の麻薬だ。倉庫は銃器やドラッグ、その原料でいっぱいだ。ハッサンはカルテルと密接な関係にある。でもこれは麻薬捜査じゃない。ミサイルを探して。ギャス、通知する。他の建物からパトロール隊が移動してくるぞ。どうやら5人いるようだ。心拍センサーとサプレッサー付きスナイパーライフルを使ってヘッドショットを狙っていくといい。気づかれたぞ、ワンダウン。クソ、敵やった。これで3人やった。足し算がお上手ですね。ずいぶん生意気だな。ちょっとからかっただけです。笑えるうちに笑っておけ。二人とも集中して。了解、マダム。マダムなんて呼ばないで。まだあなたには負けないわ。エリアクリア。カルテルはいない。本当にミサイルがないか調べて。隣の建物も。ギャス、同じ要領でやれ。突入するか、換気口から催涙ガスを流して奴らを追い出すんだ。軍曹、必要ならドアを爆破しろ。倒した。一人やった。一人やった。もう一人やった。孵化場はクリア。ミサイルを入れられるようなコンテナはない。喜んでいいのかわからないわね。他に何があるか見てもらえ。ラジャ、見てみます。何かって？灯台の図です。ここは思ったより広いな。下にトンネルがあります。なら灯台に向かおう。外で合流だ。了解です。東大に行くぞ、ついてこい。積極的に行きましょう。私たちは小さなチームだし、よそから援軍を呼ばれたら最悪の事態になる。そもそもここは私たちの拠点じゃないしね。それなら数で対応できたけど。いい判断だ、ケイト。カルテルが全域の要員に警告を発したようだ。激しい抵抗が予想される。霧とギリースーツあれば奴らに見つかるわけがない。強行偵察か。これは大尉のお箱ですね。この身に染みついてる。ブラボーからウォッチャーへ。灯台の土台が見える。そこで合流だ。これだけ距離があるなら可変ズームが便利だ。アーマー起きてるぞ。光線するなら頭を狙え。ターゲット付近のカルテルを排除してから突入する必要がある。奴は一人だけだ。ニノッチだ。墓に入ったろ。奴を倒した。気を抜くなよ。他のパトロール隊の死体に近づけるな。お前に合わせろ。ニノッチだ。おい、カエル。最近目の検査を受けたか？やつ一人だ。ニノッチ班だ。アーマー起きてるぞ。交戦するなら頭を狙え。ど真ん中だ。
麻薬の売人には最悪の日だろう。武装、我慢しろ。奴は他の警備から見えてる。離れるのを待て。他の二人から奴が見える。位置を変えて一発で二人同時に倒せ。位置についた。二の地だ。アーマー起きてるぞ。抗戦するなら頭を狙え。ターゲットに命中。手際がいいな。奴は他の二人から見える。奴は一人きりだ。二の地半だ。カルテルがくたばった。カルテルをもう一人やった。武装、我慢しろ。奴は他の警備から見えてる。離れるのを待て。奴は他の二人から見える。仲間は言った。一人やれ。もう一人は俺が。二の地半だ。奴をやった。クリーンショット。奴は一人だけだ。二の地半だ。始末した。ナイスショット。武装、我慢しろ。奴は他の警備から見えてる。離れるのを待て。他の連中は言った。残りはお前の獲物だ。二の地だ。アーマーを着てるぞ。命中だ。ラスアルバスカルテルは人手不足だ。奴をやれ。俺はもう一人を倒す。二の地だ。アーマーを着てるぞ。仕留めた。まだやれるな。奴は他の二人から見える。位置を変えて一発で二人同時に倒せるか。準備よし。二の地半だ。アーマー起きてるぞ。交戦するなら頭を狙え。もう立てないだろ。いい腕だ。スカウトスナイパートレーニングのおかげだな。お前は東大の土台まで前進しろ。俺はここから援護する。ああ、また俺の番ですか。最初はかなりうまくやったじゃないか。ギャス、道路の先で動きがあったぞ。どうも。タイ、こいつらはカルテルじゃありません。了解。おそらく AQ でしょうね。ハッサンの手下だ。そこにハッサンの兵士がいるなら何かあるに違いない。もしくはあった。東大の周りにはいくつか建物がある。そこへ行って調べて。すれば有利になるはずだ。確かに。屋根の上だ。
ソーラーにも気をつけな。上田間抜け。ガレージクリア。捜索して。何か見つけた。ケースとクレートだ。ロシア語が書いてある。中には何が。からだ。最近開けたようだな。ロシア人はイランと手を組んでる。奴らはハッサンを直接支援しているかもしれない。ジョン、随分大事になってきたわ。向かいの建物はまだ閉鎖されている。そこを片付けて灯台の下にあるトンネルを探そう。ラジャ、見てみます。もう一人やった。内部はクリア。ここは密輸業者の天国だな。中身は何。敵の死体と大量の荷物がある。間違いなく麻薬絡みだ。ミサイルは。ありません。居住区があるようです。ギャズ、そこで待て。合流する。トンネルの入り口を見つけないと。タイ、こっちに何かあるようです。手を貸してください。俺が押すから引いてくれ。はい。ケイト、杖を発見した。お見事。これを見ろ。当たりだ。通知する。私の位置にボートが近づいてきた。敵襲か。おそらく漁師ね。任務を続けて。続ける。降下します。カルテルはトンネルが好きだな。俺もそう思ってました。年長者からどうぞ。どこまで続いてるんだ。海へ続いているはずだ。ケイト、トンネルから海岸線に向かってる。そっちは大丈夫か。ボートはまだ近づいてきてるけど、今のところ問題ない。ケイト、嫌な予感がする。ジョン、任務にリスクはつきものよ。一人でそこにいるべきじゃない。私は一人じゃない。あるし覚悟もある。アウト。オールクリア。出口だ。これを見てくれ。潜水艦だ。なんてこった。カルテルが輸送に使ってる。ミサイルも運べます。かろうじてな。こんなオンボロが大西洋を横断するのは無理だ。けどこっちは海岸近くの洞窟の中にいる。人員はいないし、ミサイルもない。了解。私は直接そっちへ。ジョン、問題が起きたみたい。了解。待機しろ。ギャズ、海に照準を向けろ。どうなってる。ボートが迫ってくる。 AQ のようだ。武器を持ってる。コンタクト。交戦する。ケイト、
奴らが乗り込んでる。ケイト、ケイト、ラズル、クソ、何が起きてる。ここからじゃ何も見えない。ケイトが奴らに囲まれてしまった。アルカタールが乗り込んできた。狙いはこの船か、私か。バルスタイ、バルスタイ、クレコティブラッペ、降伏する気はない。コトハ、コトハ、ヨダヤゴワス、コトハアラハラン、バーダウェベル、エンティハルサシリベースプジャマートカトラ、その手を離しなさい。ラズベル、ラズベル、永久のボートに乗ったケイトがさらわれてしまう。ラズベルは捕まった。さらわれたんです。シェパードと話す必要があるな。さあ行くぞ。ラズベルを取り返しましょう。行くぞ。